私、人生に悩んでいまして、どうしたらいいか相談したくて来ました。いやー、初めてですよ。占い師が占われに来たのは。私昔から占いが大好きで、それで占い師になったので、やっぱり人生の大きな問題は占いで解決したいと思ったんです。なるほどね。占い好きで占い師になったのはいいものの、あまり人気が出なくて悩んでるってことね。すごい。まだ悩みを言ってないのにわかるんですね。やっぱり白龍斎先生には全てお見通しなんですね。わかりますよ。この世界の全ては転生数を数えることでわかりますから。さすがです。それで私はどうしたらいいんですか？あなたの氏名、生年月日、手相の転生線の長さから転生数を数えると、あなたの転生数は524です。転生数が524だとどうなるんですか？転生数が524ということは、あなたは赤ウミガメの守護星の持ち主です。この守護星の持ち主は頑張り屋ではあるものの、あまりチャンスや運には恵まれない傾向にあります。ですが必ず最後には何とかしてしまう人間でもあります。すごい、当たってます。なので赤ウミガメの守護星の持ち主であるあなたは、周りに何を言われても自分を信じて最後まで努力を続けなさい。そうすれば必ず占い師として大成するでしょう。ありがとうございます。なんだか心のモヤモヤが晴れた気がしました。私も先生のような立派な占い師になれるように占いの勉強を頑張ります。占いの勉強頑張るなよ。そういうとこだぞ。お前が占い師として人気がないのは、売れないのは。どういうことですか？お前占い信じてるだろう。もちろん占い師ですから、占いを信じてますよ。占い信じてる人間には占い師向いてないよ。俺初めて見たよ、占い師で占い信じてるやつ。だって占い師なんだから占いを信じるのは当然じゃないんですか？それに白龍斎先生だって私のことを転生数でズバズバ当てたじゃないですか。あんなもん占い関係ないよ。占いに来る人間の相談事なんて大抵仕事か恋愛の悩みだし、占い信じてる時点で占い師に向いてなくて人気がないのが分かったから、占い師として人気が出ないのが悩みなんですねって言っただけだよ。でも私が頑張り屋なのにチャンスに恵まれない不運な人間だけど、最後には何とかするタイプだって当てたじゃないですか。世の中の人間のほとんどは、自分は頑張ってるのに周りの環境や運に恵まれないせいで結果が出ないって考えてるクズだし、最後になんとかならなかった人間は今こうして生きてないから、こういうのは誰にでも当てはまることを言うんだよ。じゃあ何のために最初に占ってくれたんですか？占い師には占いは必要ないってことを分からせるために一回普通に占ってみせたんだよ。いいか？占い師に必要なのは占いの勉強じゃない。観察と分析と情報収集、科学的アプローチの勉強だよ。そんな、じゃあ転生数は嘘だったんですか？嘘に決まってるだろう。こういう設定客が喜ぶから俺が作ったんだよ。だいたい名前と生年月日と手相で分かることなんてあるわけないだろう。そんなに世界が単純だったら戦争なんて起きないよ。それになんだ、赤ウミガメの守護星って。もっとちゃんとした名前つけろよ。俺ひどい。先生は今までみんなを騙してたってことなんですか？騙してないよ。占いっていうのは占う人間と占われる人間の共同作業だから、体験型の演劇みたいなもんだから。どういうことですか？ホストクラブみたいなもんだよ。客は理想の占い師像を占い師に求めて、占い師は客が思う理想の占い師を演じるんだよ。それでさっきみたいに、他人に何を言われても自分の信じた道を進めとか、客の喜びそうなことを言って客を返してあげて、客を喜ばせるんだよ。そして没入感を高めるために、手相とか、転生数とか、根拠がありそうな非科学的なものを客は求めるんだよ。ホストと一緒で世界観が大事なんだよ。占いっていうのはそういう体験型の演劇だから、そういうエンタメだから、ホストクラブみたいにちょうどよく騙されることをみんな望んでるんだから。でも、すぐに地獄に落とすあの人みたいにきついことを言う先生もいらっしゃるじゃないですか。あれはあれで需要があるんだよ。ホストのオラオラ営業みたいなもんだよ。他人に依存したがる人間がいるんだよ。多分あんたみたいに本気で占い信じてる客の方が少ないんじゃないか。そんな、みんな占いを信じてるんじゃ。今時こんなピュアな人間久しぶりに見たよ。しかもそれが占い師やってるなんて。先生はお客様にこびるために占いの結果を捏造して伝えて、それで平気なんですか？占い師としてのプライドは傷つかないんですか？プライドがあるやつは占い師なんてやんねえよ。なんて暴論。あと、あんたちょっと肌の露出多いな。ちょっとでも人気が欲しくて、男性のお客様が喜んでくれるような、そういう格好をした方が人気が出るかなって思って。だ
からダメなんだよ。占い好きの男なんてほとんどいないよ。男受けを狙っても大して客は増えないのに、女に嫌われて客が減るだけだぞ。同性受けを狙えよ。だから女の占い師はサバサバしたきつそうな占い師が多いんだろ。なるほど。でも逆に今までにない新規の客層を開拓するっていうのも。男は占いにそういうの求めてないんだよ。そういう客はキャバクラとかガールズバーとかコンカフェとかに行くんだよ。それにあんたその格好ってことはタロット占いとかだろ。そうです、タロット占いです。男受け狙うなら手相の占いにしろよ。なんでですか。そうすれば手相を占う口実で客の手に触れられるだろ。風営法をかいくぐってボディタッチしながら接客できるだろ。なるほど、さすが白龍斎先生。でも先生、どうして私にここまで手の内を明かしてくれるんですか。商売がたきが増えたら先生が困るんじゃないんですか。それはあんたが昔の俺と似てるからだよ。まるで若い頃の俺を見てるようだったからだ。私が若い頃の先生に似てる。それってつまり先生は昔は女性だったってことですか。そういう意味じゃねえよバーカ。こっから感動的なエピソード話そうと思ったけど、お前バカすぎるからもういいわ。帰れ、勝手に占い信じて不幸になれ。お久しぶりです先生。久しぶりだな。なんかすごいな最近。あんたテレビで見ない日ないもんな。それもこれも先生の教えのおかげです。先生がおっしゃられた、周りに何を言われても自分を信じて最後まで努力を続けなさい、この言葉を信じて、自分の大好きな占いを信じて、自分の考えを信じて、占いの勉強と男性の占いファンの開拓を進めました。そっちの言葉信じたんだね。その結果こんなに誠心誠意占ってくれる人はいないって評判になって、それに今まで未開拓だった男性層を占いファンに開拓できて、世の男性を根こそぎ顧客にできて、それが知名度と人気につながって、今では地上波の冠番組2つと YouTube の登録者200万人と海外に別荘を4つ持てるようになりました。おう、やればできるじゃないか。先生は占いを信じてる人間なんていないとか、占い師に占いの勉強はいらないとか厳しい言葉をおっしゃられていましたが、それもこれも私の占い師としての覚悟を見るためにわざと厳しい言葉を投げかけて、私が占いに本気で向き合えるか試してくれたんですよね。もちろん そうだけど。先生本当にありがとうございました。これからもご指導ご鞭撻のほどお願いします。俺も占い信じてみようかな。